トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。戦う構えに入って、おっと電気波、おっと麻痺してしまった、おっと麻痺して動けません。互いに牽制球を投げ合っているといった状況です。大きなダメージ。さあこの場面でよし、さあ激しいバトルです。ここで集団ボルトが激しく当たった。あーっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで鬼ドリルの抵抗だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでギャラドスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。いったー、おーっと大ダメージ。あーっと刺激で倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。ここで猛烈な吹雪、おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと宿り木の種、よーしピッチ。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、ステミタックル、よし、あーっと、ダウン。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでラッキーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。激しい攻撃、急所にヒット、あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでユンゲラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、大きなダメージ。あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。
ってまいりました。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。ここで猛烈な吹雪、おっと一発目から猛烈な当たり、あっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでバルテンの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。この攻撃、おっとこのポケモンではまずかったか。さあ、これはマズマズの当たり、片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。ここで集団ボルトだ、弱点をついた、あーっとダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでレアコイルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで自陣攻撃、決まった、効果的な当たり。さあ、ここで急所に当たった。先ほどの攻防で両者とも体力を大いに減らしてしまいました。おっと、ステルタックル、いい当たり。ここでダウンです。おめでとう。